はい、ということで久しぶりにですねエフェクターの紹介をしていきたいと思います。皆さんもちょっとは気になっているんじゃないかなと思います。このウィルソンエフェクトノットライトですね。これが以前出てたモデルというか、まあ、当初発売してたモデルは単純にノットライトなんですけど、まあ、ジョンが、使用しているモデルは若干違うということで、ノットザノットライトと呼ばれる個体ですね。こちら手に入れましたんで、まあ、どんな機種なのかっていうのをね、ちょっとやっていこうかなと思います。これね、ちょっと使ってみたけど、めちゃくちゃ面白いですよ。なんか、シンセみたいな感じ。弦に触れてた場合、全く音が出ないですね。今、全然。こんな感じで、弦に触れてる場合は、基本的に音が出ない。まあ、弾いてない場合は音が出ないって感じですかね。ちょっとでまた、ブチ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 、いう感じね。ゲートがめちゃくちゃ強いというか、ファズファクトリーにもちょっと似てますよね、こういうとこね。面白いなと思います。で、ゲルマニウムは使ってなくってシリコンってことでした。ちょっとシンセチックな。弾き続ければ、そのまま音が出続ける。最近で言えば、日本公演のね、スカーティッシュの、ソロなんかは多分これじゃないかなと思いますね。これ、並びとしては、DS2、マフ、ノットライトかな。で、その後、マイクロアンプ、フェイザーって感じで今言ってるんですけど、この前段に踏んでるこの、エフェクト。まあ、DS2 とかは、どっちかっていうとノイズが大きいじゃないですか。これを踏むと、こうやって止まったりします、ノイズがね。サックマイキスの前とかは、こうブチブチ言ってるじゃないですか。っていう感じでやってるんじゃないかなって、思いましたね。すごいゲートがしっかりかかった面白いペダルです。で、この踏み心地は柔らかいですね、すごく。まあ、これはファズライトと同じように考えずに、もう全く別のペダルと思った方がいいと思います。まあ、全然違う音だしね。なので、ファズライトを持ってる人とか、ファズライトのコピーとかね、すでにあるからいいや、みたいな感じで思ってる人は一回、ね、手に入れても面白いかもしれないですね。デプスをね、絞っていった方がゲートがかかるって感じ。こう、激しくゲートがかかる。多少こう、少し、ね、音を鳴らしても音が出ないぐらい。だんだんゲートが緩くなってくる感じ。結構音量はでかいです。このままでね、今が9時ぐらいなんで、ジョンはこのぐらいにしてるんです。
はい、ということで、ノットザノットライトいかがだったでしょうかね。まあね、飛び道具的な感じもあるし、変態的なね、エフェクターなんじゃないかなと思います。まあ、ジョンがね、好みそうな、シンセチックなね、音を出したいときは、多分これを踏んでるんじゃないかなと思いましたね。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。